シスール・マジョール、またはシスル・ナグシアは、スペイン・ナバーラ州のムニシピオ。両言語名が、優劣のさなく公式名であり、スペイン内務省などは二言語名の間にスラッシュを挟んだ、ジージャー・メイヤー、ジージャー・ナグシアという表記を用いる。ナバーラ州の州都、パンプローナからの距離は 5km であり、パンプローナ都市圏に含まれる。1992年11月6日、 シスールから独立して、シスールマドールという自治体が設立された。チージャー、またはジージャーという名称の語源は、バスク語で、峡谷狭い通路、狭い峠道を意味する、ジンツァーであるとされる。過去には、チージャーとジージャーという二つの綴り方が共存してきた。この町の名称が初めて登場するのは、シッカーと書かれた1087年の文献である。 スペイン国立統計局によると、1850年から1920年には、公的にジージャーと書かれた。その後の国勢調査では、ジージャーという表記も用いられている。1960年に制定された現代バスク語では、ジージャーという表記が採用されている。1992年9月2日の地域令、第276号でシスールマジョールは、 シスールから分離されて独立した基礎自治体となった。この際、ジージャー・メイヤーというスペイン語名とジージャー・ナグシアというバスク語名を優劣のさなく公式名とする決定を下した。新自治体の住民は非バスク語話者が支配的であったため、バスク語名も公用語とする決定はいくらかの議論を呼んだ。住民の故障は男女問わず、また、スペイン語とバスク語を問わず、 ジーザーターラである。パンプローナ都市圏におけるシスール・マジョール・シスール・マジョールは、パンプローナ盆地に位置しており、標高は約470メートルである。ナバーラ州の州都パンプローナの南西約5.6キロメートルにある。パンプローナの他には、バラニャイン、センデア・デオルサ、センデア・デガラール、シスールと境界を接している。アルガ川の支流であるエロルス川が流れており、 この河川は7000万平方メートルの水量を持つ。パンプローナ盆地の気候シスールマジョールは厚く湿度の高い西岸海洋性気候と乾燥して温暖な地中海性気候の繊維地帯に位置しており、気温が海の影響を受けずに両極端となる典型的な大陸性気候の特徴も有している。このため、複次的な地中海性気候と定義することができる。年平均気温は、 摂氏約12度である。冬季はとても寒く、夏季は暑いが極端な温度には達しない。年平均降水量は約1000ミリメートルである。パンプローナ空港の観測所では1975年から2000年の都市平均気温は摂氏12.5度であり、年平均降水量は721ミ、mm、リメートルだった。晴天日は年間58日間であり、 構想日は年間42日間であり、年日照量は2201.9時間だった。この地域を支配していたオリバ修道院ローマ人が到着する前のこの地域に居住者がいたかどうかは不明である。ローマ時代の紀元前75年には、ナバーラ地方の首都であるポンパイロがローマ都市として設立され、ナバーラ地方の他地域もローマ化されたとするのが論理的である。 1087年には、シッカーと綴られた文献が登場する。フェリペ3世とフアナ2世の共同統治下の1341年、シスール・マドールの町の半分が、不安でアルモラビットに与えられた。14世紀と15世紀の町は、ほぼ完全に、オリバ修道院に依存していた。1512年から1515 15年に、 ナバーラ王国がカスティーラ王国に統合されると身体成果でいくつもの権限や監修などが失われた。17世紀もオリバ修道院への依存状態が続き、1年間に小麦を24、大麦を6支払っていた。さらには大修道院長と11人の同伴者がパンプローナに滞在した際には大麦や麦わらなどの食料も提供した。 19世紀初頭のスペイン独立戦争後にはフランス軍がこの地域を占領した。自由主義者と保守主義者が戦ったスペイン国内の内戦である第一次カルリスタ戦争においてナバーラ地方はカルリスタの勢力が強くシスールメノール、エスキロスに駐留していた自由主義者軍は命令に反逆した。彼らは1837年8月26日に 放棄を決定し、ビリャバに進軍する命令を無視して、パンプローナに赴いた。1992年には、シスールから、シスールマジョールが分離されて独立した基礎自治体となった。1970年代に開発されたウルバニサスオン、シスール地区、シスールマジョールは3つの地区に分かれている。シスールマジョール地区は、自治体で最も古い旧市街である。ウルバニサスオン、シスール地区は、 自治体の中心地であり、自治体の人口の大半にあたる約1万人が住んでいる。この地区に初めて建物が建設されたのは1970年代であり、自治体内で最も高い13階建ての建物もここにある。旧市街のすぐ南側が自治体の中心部である。ウルバニサシオンアルドイ地区は旧市街の西側に建設された新興地区である。 2014年の人口は14,253人であり、ナバーラ州で第7位だった。内訳は6,828人が男性、7,043人が女性だった。人口密度は2,822人、キロメートルである。シスール・マジョール庁舎シスール・マジョール議会は、自治体選挙で選出される17人の議員で構成されており、議員の任期は4年である。 2015年の自治体選挙では、ナバーラ住民連合が25.28%の得票率を得て5議席を獲得した。ゲロアバイは21.03%を得て4議席を獲得した。エウスカルエリアビルドゥは18.32%を得て4議席を獲得したが、第2勢力だった前回選挙から第3勢力に転落した。その他の政党では、 ポデモス系のシスール連隊が2議席、AS が1議席、ナバーラ社会党が1議席、国民党が獲得議席なしだった。第1党のナバーラ住民連合は単独で過半数の議席を獲得できなかったため、ゲロアバイ、エウスカルエリアビルド、シスール連隊、AS が首長指名選挙で協力し、ゲロアバイの4ゴ団がシスールマジョール首長に選出された。 ナバーラ州の州とパンプローナにおける工業用地の不足やパンプローナとの近さなどの理由からシスール・マドールの経済は第二次産業が大きな比率を占めておりナバーラ州で最大規模の工業集積が見られる近年には多様性と従事者比率の双方で自治体内でサービス部門の重要性が増している2006年にラ会社が行った調査によると シスールマジョールは一人当たり所得がスペインで最も多い自治体だった。2003年にはダニアバイオテクノロジー研究所がシスールマジョールに設立された。パンプロナの応用医学研究センターで生成された研究製品の開発と利用を目的としたバイオテクノロジー企業であり、パンプロナとマドリードに一つずつ研究室を有している。ウルバニサシオンシスール地区にある 市営プール1985年にはシスールマジョール音楽学校が設立され、1997年には現在の場所に新たな施設が建設された。2001年6月29日にはシスールマジョール市民音楽バンドという音楽イベントが初開催され、2010年には10周年を迎えた。1999年にはパンプローナ都市圏有数のスポーツ施設の建設が、 開始され、屋内プール、サウナ、屋内体育館などが2007年に開業した。屋外には、テニスコート、卓球場、5つの屋外プールなどがある。総合スポーツクラブの CD、アルドイがあり、サッカー、バスケットボール、陸上競技、バスクペロダ、ハンドボール、スケート、自転車競技、水泳、武道などの競技チームを有している。ありがとうございます。